天沼熊野神社は、東京都杉並区天沼にある神社。社殿によれば、神後慶文2年に、東海道巡察士が武蔵国に来た時に、氏神を勘定し別とを置いたのが、始まりと伝えられている。また別の説では、現行3年に、新田義貞が、北条高時を討つために、鎌倉絵軍を進める途中、当地に布陣し、社殿を創設したとも伝えられている。 その後、大永2年に当地に帰納した朝倉三河守という武将が社殿を修理し、その際後あたり神社は十二社権限と称するようになったと言われている。かつてこの地には宝公棒と呼ばれる主権の棒があり、この十二社熊野権限を奉仕していた。別当時は世尊院であった。明治期以降、熊野神社と称するようになった。境内には、 直径2メートルにも及ぶ大杉の切り株がある。これは社殿によれば、この大杉は、日田吉貞がこの地に陣を敷いた際、戦勝を祈願して手植えしたものと伝えられている。近隣の古老たちはこの杉を、新岩成就の杉などと呼び大切にしてきたが、昭和17年に故死したため伐採され、今では切り株のみが残っている。角川日本地名大辞典編参員改編。 角川日本地名大辞典13東京都角川書店1978年885ページ杉並町天沼と馬橋武蔵野歴史地理第2冊高橋玄一郎編武蔵野歴史地理学会1928新編武蔵風土機構による杉並区指定登録文化財ありがとうございます